早すぎる埋葬。エドガー、アラン、ポー、佐々木直次郎、わけ、興味の点は全く人を夢中にさせるものであるが、普通の小説にするのにはあまりに恐ろしすぎる、というような題材がある。単なるロマンティシストは、人の気を悪くさせたり胸を悪くさせたりしたくないなら、これらの題材を避けなければならない。それらは事実の厳粛と尊厳とによって是認され支持される時にだけ正しく取り扱われるのである。例えば、我々はベレジナ川越え、1、や、リスボンの地震、2、や、ロンドンの大疫病、3、や、セント、バーソロミューの虐殺、4、や、あるいはカルカッタの牢獄における123人の不慮の窒息死、5、などの記事を読むとき、最も強烈な、回復感、に戦慄する。しかし、これらの記事が人を感動させるのは、事実であり、現実であり、歴史であるのだ。虚構の話としては、我々は単純な嫌悪の情を持ってそれらを見るであろう。私は記録に残っている比較的有名で壮大な惨禍の4、5を挙げたのであるが、これらがこんなに強烈に人の心に感動を与えるのは、その惨禍の性質によるのと同様に、その大きさによるのである。私がここに人類の災害の長い不気味なカタログの中から、これらの広大な一般的な最悪のどれよりも本質的な苦痛に満ちている多くの個人的の実例を選び出してもいいことは読者に告げるまでもないであろう。実際、真の悲惨、土壇場の苦悩、は個人的のものであり、一般的のものではない。戦慄すべき極度の苦痛が単なる個人によって耐え抜かれ、決して集団の人間によってではないこと。このことに対して我々は慈悲深い神に感謝しよう。まだ生きている間に埋葬されたということは、疑いもなくかつてこの世の人間の運命の上に落ちてきた。これらの極度の苦痛の中でも、最も恐ろしいものである。しかもそれが今までにしばしば、大変しばしば、起こったということは、ものを考える人にはほとんど否定しがたいことであろう。生と死とは勝つ教会はどう見ても影のような漠然としたものである。どこで生が終わりどこで死が始まるのか、ということは誰が言えよう。我々は、生活力のすべての外見的の機能が全く停止し、しかもその停止は正しく言えば単に中止に過ぎないような、病気のあることを知っている。それはただこの理解しがたい期間が一時的に休止したに過ぎない。ある期間が経てば、何か目に見えない神秘的な力が再び魔術の歯車を動かし、それから魔法の車輪を動かす。白金の紐は永久に解けたのではなく、また小金の皿は償いがたいほど砕けたのでもない、6、のだ。だが一体その間霊魂はどこにあったのか、しかし、こういう結果を生まなければならないというような、生活力の中止ということが周知のように起こることは、当然、早すぎる埋葬ということを時々引き起こすに違いないというような、アプリオリの必然的結論は別として、我々はこのような埋葬が実際に大変多く、今までに起こったことを証明できる医学上の、また普通の、経験の直接の証拠を持っているのである。もし必要ならば私は十分信ずべき例をすぐに100も挙げることができるくらいである。その大変有名な、そして読者の中のある人々の記憶にはまだ新たな一件が、
あまり濃くはない頃、ボルティモアの付近の死に起こり、痛ましい強烈な驚きを広く世人に与えたことがある。著名の弁護士で国会議員である名簿ある一市民の妻が、突然不思議な病気にかかり、その病気には医師もすっかり悩まされたのであった。カレメアは非常に苦しんでから死んだ、あるいは死んだと思われた。実際、誰も彼女が本当には死ななかったのではなかろうかと疑ってみなかったし、疑うべき理由もなかった。彼女はあらゆる普通の死の外観をすべて示していた。顔は普通の通り締まって落ちくぼんだ輪郭になった。唇も大理石のように青白かった。目は交差がなかった。ぬくみはもう少しもなかった。脈拍は止んでいた。3日間その身体は埋葬されずに保存されたが、その間に石のように固くなった。手短かに言えば、死体が急速に腐乱するように想像されたので、葬儀は急いで行われたのであった。夫人はその一家の墓舎に収められた。その墓舎はそれから2年間開かれなかったが、2年目の終わりに一つの石棺を入れるために開かれた。ところが、おお、なんという恐ろしいショックが、自らその扉をさっと開いた夫を待ち受けていたろう。門が外側へ回った途端、何かしろ装束の者が彼の腕にガラガラと落ちかかってきたのだ。それはまだ腐らない強化扉を着た妻の骸骨であった。詳しく調べた結果、彼女が埋葬後2日以内に生き返ったということ。彼女が棺の中でもがいたので棺刀から床へ落ちて壊れ、その中から抜け出ることができたということが明らかになった。墓の中には偶然に油のいっぱい入ったランプが残されてあったが、それは空になっていた。だがそれは蒸発してなくなったのだったかもしれぬ。この恐ろしい室へ降りて行く階段の一番上に、棺の大きな破片があった。この破片でカレメアは鉄の扉を叩いて、誰かの注意を引こうと努めたものらしかった。そうしているうちに単に恐怖の念から大方気絶したのか、あるいは死んだのであろう。そして倒れる時に、彼女の死骸が何か内側に突き出ていた鉄細工に絡まった。こうして彼女はそのままになり、立ったまま腐ったのである。1810年に生きながらの埋葬という事件がフランスで起こったが、その詳しい事情は、事実は真に小説よりもきなり、というあの断言を保証するに役立つものである。この話のヒロインは有名な家の、富裕な、また大変麗しい容姿を持った若い娘、ヴィクトリーヌ・ラフルカード嬢であった。彼女の多くの求婚者の中にパリの貧しい文士家座敷者のジュリアン、ボシュエがいた。彼の才能と人好きのする性質とは彼女の注意を引き、また実際に彼は愛されていたようにも思われた。だが彼女の家柄に対する教示はとうとう彼女に彼を捨てさせて、かなり有名な銀行家で外交官であるルネル氏という男と結婚することを決心させたのであった。しかし結婚後、この紳士は彼女を顧みず、その上明らかに落胎さえしたらしい。彼と共に不幸な数年を過ごした後、彼女は死んだ。少なくとも彼女の状態はそれを見た全ての人々を欺くくらい死によく似ていた。カレメアは埋葬された、墓舎の中ではなく、彼女の生まれた村の普通の墓に、絶望に満たされ、しかもなお深い愛母の追憶に燃え立ちながらボシュエは、死体を墓から発掘
してその豊かな髪の毛を手に入れようというロマンティックな望みを持って、都からはるばるその村のある遠い地方まで旅をした。彼は墓にたどり着いた。真夜中に棺を掘り出し、それを開いて、まさに髪の毛を切ろうとしている時に、恋人の目が開いたのに気づいた。実際夫人は生きながら葬られていたのであった。生気が全くなくなっていたのではなかった。そして彼目は愛人の抱擁によって、死と間違えられた昏睡状態から呼び覚まされたのである。彼は狂気のようになって村の自分の宿へまで彼女を背負って帰った。それからかなりの医学上の知識から思いついたある効き目のある着付け薬を用いた。とうとう彼女は生き返った。彼目は自分を救ってくれた者が誰であるかを知った。少しずつ元の健康をすっかり回復するまで彼と一緒にいた。彼女の女心も金剛石のように固くはなく、今度の愛の教訓はその心を和らげるに十分であった。彼女はその心を母子へに与えた。そしてもう夫の元へは戻らずに、生き返ったことを隠して愛人と共に、アメリカへ逃げた。20年の後二人は、歳月が夫人の姿を体操変えてしまったので、もう彼女の友人でも気づくことはあるまいと信じてフランスへ帰った。しかしこれは間違っていた。というのは一目見るとルネル氏は意外にも彼女を認めて彼の妻となることを要求したからである。この要求を彼目は拒絶した。そして法廷も彼女の拒絶を支持して、その特殊の事情は、こうした長い年月の経過とともに、正義上ばかりでなく法律上でも夫としての権利を消滅させたものである、と判決を下ろしたのであった。ライプツィッヒの、下界法、誰かアメリカの出版社が翻訳して出版しても良さそうな高い権威と価値と思っている雑誌、が近頃の号に同じこの性質のひどく悲惨な出来事を掲載している。巨大な体躯とたくましい健康と思った一方兵士官が、艦場から振り落とされて頭部に重傷を負い、すぐ人事不正に陥った。頭蓋骨が少し破砕されたのであるが、別に差し迫った危険もなかった。線路術、7、は守備よく成し遂げられた。志らく法、8、もされ、その他多くの普通の救助法も試みられた。しかし彼はだんだんにますます望みのない昏睡状態に陥って、とうとう死んでしまったと考えられた。天気は暖かであった。そして彼は武作法にも慌ただしく公共墓地に埋葬された。葬式は木曜日に行われたが、その次の日曜日、墓地のうちはいつもの通り墓参者で大変混雑していた。ところが正午ごろ一人の農夫が、その士官の墓の上に腰を下ろしていると、ちょうど元で誰かがもがいてでもいるように地面が揺れるのをはっきりと感じた、と言い立てたので大変な騒ぎが起こった。はじめは誰もほとんどこの男の言うことを気にかけなかったが、彼のあからさまな恐怖と、その話をしきりに言い張る頑固なしつこさとは、とうとう自然に人々の心を動かしたのであった。隙が急いで持ち込まれた。墓は気の毒なほど浅かったので、2/3でその中の士官の頭が見えるくらいに掘り出された。彼はその時外見上は死んでいるように見えたが、棺の中にほとんどまっすぐになって座り、棺の蓋は彼が激しくもがいたためにいくらか持ち上げられていた。
彼はすぐに最寄りの病院に運ばれたが、そこで仮死状態ではあるがまだ生きていると断定された。数時間の後日は生き返って、知人の顔を見分けることができた。そして切れ切れの言葉で墓の中での苦痛を語った。彼の言うところによると、彼が埋められて無感覚になってしまうまでに1時間以上も生存を意識していたことが明らかであった。墓は不注意に、また無造作に土で埋められて穴が非常に多かったので、必然的に空気がいくらか入ることができた。彼は頭上に群衆の足音を聞き、いちいち自分のいることを知らせようと努めた。彼の言うところでは、深い眠りから彼を呼び覚ましたらしいのは、墓地の中の雑踏であったが、目が覚めるとすぐ、彼には自分の恐ろしい位置が十分きっぱりとわかったのであった。記載されるところによると、この患者は経過が良くて間もなく全壊しそうに思われたが、とうとうや武医術の犠牲になってしまった。彼は誘電池をかけられたのだが、時々起こるあの精神混迷の発作が起きて、突然絶息したのである。流れ電池のことを言えば、私は有名でまた大変異常な良い例を思い出す。その流れ電池が、2日間も埋められていたロンドンの若いはじめ弁護士を生き返らせた事件であって、1831年に起こり、その当時非常な評判となり、至るところで人々の話題となったものである。患者エドワード、ステープルトン氏はチフス熱のために外見上死んだのであるが、その病気は、医師たちの好奇心をそそるような異常な兆候を表したのであった。彼がこうして外見上死ぬと、彼の親戚は死体解剖の許可を壊れたが、彼らはそれを拒絶した。そのように拒絶された場合にはよくあるように医者たちはこっそりと死体を墓から掘り出してゆっくり解剖しようと決心した。ロンドンのどこにでもたくさんいる死体ヌスット団、Q、のあるものによってたやすく手配されて、葬儀が済んでから3日目の夜に、その死体だと思われていた体は8フィートの深さの墓から掘り出されて、ある私立病院の手術室に置かれた。腹部に実際ある程度の切開をした時に、その体が生き生きして腐敗していない様子なので、電池をかけることを思いつかせたのであった。次々に一回となく実験が続けられ、普通の通りの結果が現れたが、ただ一、二度起こった痙攣的な動作の中に普通以上の性器があった他には、どんな点でも別に対して変わったことはなかった。夜が更けた。そして間もなく明け方になろうとしていたので、とうとうすぐに解剖に取り掛かった方がいいということになった。しかし一人の研究生が特に自節を試してみたいと思い、胸部の筋肉の一つに電池をかけることを主張した。そこでちょっとした切り込みをこさえ、電線を急いで繋いだ。すると患者はたちまち、慌ただしいが少しも痙攣的ではない動作で手術台から立ち上がり、床の中央へ歩き出して、ちょっとの間自分の周囲を不安そうに眺め回してから喋った。何と言ったのかわからなかった。が確かに言葉であった。音節ははっきりしていた。喋ってから、彼はばったりと床の上に倒れた。しばらくの間、すべての人々は恐怖のために麻痺したようになった。が急ぎの場合でそうもしていられないので間もなくみんな訳を取り直した。ステープルトン氏は気絶してはいるが生きているのだ、ということがわかった。
エーテルを吸わせると彼は生き返り、それからさっさと健康を回復して、間もなく友人たちの間へ戻った。彼らには彼の生き返った一切の事情は病気の再発の懸念がなくなるまで知らされなかったが、彼らの驚き、彼らのウキウキの狂気、はたやすく想像できよう。しかしこの出来事の最も戦慄すべき特異性は、ステープルトン氏自身が言っていることの中にあるのである。彼は、どんな時でも全く無感覚になったことはない。医師に死んだと言われた瞬間から病院の床の上に気絶して倒れた瞬間に至るまで、ぼんやり、雑然とだが、自分の身に起こったことは皆知っていた、と言っている。彼が解剖室という場所に気づいた時に、その窮境にあって一生懸命に言おうとしたあの意味のわからなかった言葉というのは、私は生きているのだ、という言葉であったのだ。このような記録をたくさん並べ立てるのはたやすいことであろう。が私は今そんなことはしまい、早すぎる埋葬が実際に起こるものだという事実を立証するような必要は別にないからである。そのことの性質から言って、大変稀にしか我々の力ではその早すぎる埋葬を見つけることができないことを考えるならば、それが我々に知られることなく頻繁に起こるかもしれないということは認めないわけにはいかない。実際、何らかの目的で墓地がどれだけか掘り返されるときに、骸骨がこの一番恐ろしい疑惑を思いつかせるような姿勢で見出されないことはほとんどないのである。この疑惑は恐ろしい。がその運命となるともっと恐ろしい。死ぬ前の埋葬ということほど、この上もない肉体と精神との苦痛を思い出させるのに全く適した事件が他にないということは、何のためらいもなく断言してよかろう。肺臓の耐え難い圧迫、湿った土の行き詰まるような周期、体にぴったりとまつわりつく強化扉、狭い棺の硬い抱擁、絶対の夜の暗黒、押しかぶさる海のような沈黙、目には見えないが触知することのできる征服者ウジ虫の出現、このようなことと、また頭上には空気や層があるという考え、我々の運命を知りさえしたら救ってくれるために飛んでくるであろうところの親しい友人たちの思いで、しかし彼らにどうしてもこの運命を知らすことができぬ。我々の望みのない運命は本当に死んだ人間の運命と少しも異ならないという意識。このような考えは、まだ鼓動している心臓に、最も大胆な想像力でもひるむに違いないような驚くべき耐え難い恐怖を与えるであろう。我々は地上ではこんなにも苦しいことを知らない。地下の地獄の中でさえこの半分の恐ろしさをも想像することができない。そして、このようにこの題目に関する物語はみんな、実に深い興味を持っている。しかもその興味はその題目自身の神聖な癒しを通して大変当然に、また大変特別に、物語られる事柄が真実であるという我々の確信から起こるものである。ここに私が語ろうとすることも、私自身の実際の知識、私自身の確実な個人的な経験による話なのである。数年の間私は奇妙な病気に悩まされていたが、医者はその病気を、それ以上はっきりした病名がないために類患、重、と呼ぶことにしている。この病気の直接的なまた素因的な原因や、また実際の症状さえもまだはっきりわからないのであるが、その外見上の明らかな性質は十分に了解されているのである。
その様々な変化は主として病気の程度によるものらしい。時に患者はたった1日か、またはもっと短い間だけ、一種のひどい昏睡状態に陥る。彼は無感覚になり、外部的には少しも動かぬ、が心臓の鼓動はまだかすかながら知覚される。ぬくみもいくらかは残っている。かすかな血色が頬の真ん中あたりに漂っている。そして唇のところへ鏡を当ててみると、肺臓の呪い、不規則な、頼りない運動を知ることができる。それからまた昏睡状態が幾週間も幾月さえも続く。その間は、最も精密な検査や最も厳重な医学上の試験も、その患者の状態と我々の絶対的の死と考えるものとの間に、何らの外部的の区別を立てることができない。彼が早すぎる埋葬を免れるのは大抵必ず、ただ元類間にかかったことがあるのを近親の者たちが知っていること、それに続いて起こる類間ではなかろうかという疑い、とりわけ腐敗の様子の見えないこと、などによってである。病気の更新するのは幸いにもごく少しずつである。最初の兆候は目立つものではあるが、死と紛らわしくはない。発作はだんだんにはっきりしてきて、一回ごとに前よりも長時間続く。これが埋葬を免れる主な理由なのである。しかし時々あるように、最初の発病が過激な性質のものである不幸な人々は、ほとんど不可避的に生きながら墓の中へ入れられるのである。私自身の病床は主な点では医学書に記されているものと別に違っていなかった。時々、何のはっきりした原因もなく、私は少しずつ半化しあるいは半ば気絶の状態に陥った。そして苦痛もなく、動く力も、また厳密に言えば考える力もなく、ただ生きていることと自分の病床を取り巻いている人々のいることとおぼんやりと麻痺したように意識しながら、病気の危機が突然過ぎ去って完全な感覚が戻ってくるまで、じっとそのままでいるのだった。またある時は、急に猛烈に襲われた。胸が悪くなって、体が痺れ、ずっと寒気がし、目がくらみ、やがてすぐばったりと倒れる。それから数週間も、何もかも空虚で、真っ黒で、ひっそりしていて、虚無が宇宙全体を占める。もうこれ以上の全くの弱滅はありえない。しかし、このような急な病気から目覚めるのは、発作が突然であった割合にぐずぐずしていた。ちょうど長いわびしい冬の夜中、街をさまよい歩いている友もなく家もない小時期に夜が明けるように、そんなにノロノロと、そんなに疲れ果てて、そんなに嬉しく、霊魂の光が私に再び戻ってくるのであった。しかしこの昏睡の病癖を別にしては、私の健康は一般にいいように見えた。また私は自分が一つの大きな疾患にかかっているとは全然考えることができなかった。ただ私の普通の睡眠の特異性がもっとひどくなったものと考えられることを除いては、眠りから覚めるとき、私は決してすぐに意識を完全に取り戻すことができなくて、いつも何分間も非常な混迷と混乱との中に取り残されるのであった。その間一般の精神機能、ことに記憶が、絶対的中絶の状態にあった。私のいろいろ耐え忍んだことの中で肉体的の苦痛は少しもなかったが、精神的の苦痛となると実に無限であった。
私は死に関することばかりを考えた。ウジ虫と、墓と、悲鳴、のことを口にした。死の幻想に夢中になって、早すぎる埋葬という考えが絶えず私の頭を支配した。このものすごい恐れが昼も夜も私を悩ました。昼はそのもの思いの呵責がひどいものであったし、夜となればこの上もなかった。恐ろしい暗黒が地上を覆うと、ものを考えるたびの恐怖のために私は身震いした。厩舎の上の震える羽毛飾りのように身震いした。この上目を覚ましているわけには行かなくなると、眠らないでいようともがきながらやっと眠りに落ちた。というのは、目が覚めた時に自分が墓の中にいるかもしれないと考えて戦慄したからである。こうしてやっと眠りに落ちた時、それはただ一つの墓場の観念だけがその上に大きな暗黒の翼を広げて飛び回っている幻想の世界へ、すぐに飛び込むことに過ぎなかった。このように夢の中で私を苦しめた無数の陰鬱な映像の中から、ここにただ一つの幻影を選び出して記すことにしよう。確か私はいつものよりももっと長く深い類い感の昏睡状態に陥っていたようであった。突然、氷のように冷たい手が私の額に触って、イライラしたような早口の声が耳元で、起きろ、という言葉を囁いた。私はまっすぐに座り直した。全くの真っ暗闇だった。私は自分を呼び起こした者の姿を見ることができなかった。どんな場所に横たわっていたかということも、思い出せなかった。そのまま身動きもしないで一生懸命に考えをまとめようとしていると、その冷たい手が私の手首を強く掴んで怒りっぽく振り、そしてあの早口の声がもう一度言った。起きろ。起きろと言っているじゃないか、と言って一体お前は誰だ、と私は尋ねた。俺は今住んでいるところでは名前なんぞないのだ、とその声は悲しげに答えた。俺は敵は人間だった、が今は悪霊だ。善は無慈悲だった、が今は哀れみ深い。お前には俺の震えているのがわかるだろう。俺の歯は喋るたびにガチガチ言うが、これは夜の、果てしない夜の、寒さのためではないのだ。だが、この恐ろしさはたまらぬ。どうしてお前は静かに眠ってなどいられるのだ。俺はあの大きな苦痛の叫び声のためにじっとしていることもできない。このようなありさまは俺には耐えられぬ。立ち上がれ。俺と一緒に外の夜の世界へ来い。お前に墓を見せてやろう。これが痛ましい光景ではないのか。よく見ろ。私は目を見張った。するとその姿の見えないものは、なおも私の手首をつかみながら、全人類の墓をパッと眼前に開いてくれた。その一つ一つの墓からかすかな不朽の輪廻が出ているので、私はずっと奥の方までも眺め、そこに死へ落ちた肉体がウジ虫と共に悲しい厳かな眠りに落ちているのを見ることができた。だが、ああ、本当に眠っているものは、全然眠っていないものよりも何百万も少なかった。そして力弱くもがいているものも少しはあった。悲しげな不安が満ちていた。数えきれないほどの穴の底からは、埋められているものの着物のサラサラとなる陰惨な音が漏れてきた。静かに眠っているように思われるものもたくは、元埋葬された時のきちんとした窮屈な姿勢をいくらかでも変えているのを私は見た。じっと眺めていると、霊の声がまた私に話しかけた。これが、おお、
これが惨めなありさまではないのか。しかし、私が答える言葉を考え出すこともできないうちに、その者は掴んでいた手首を離し、輪行は消え、墓は突然激しく閉ざされた。そしてその中からもう一度大勢で、これが、おお、神よ、これが惨めなありさまではないのか、という絶望の叫び声が起こってきたのであった。夜現れてくるこのような幻想は、その恐るべき力を目の覚めている時間にも広げてきた。神経はすっかり衰弱して、私は絶え間ない恐怖の餌食となった。馬に乗ることも、散歩することも、その他一切の家から離れなければならないような運動にふけることもためらった。実際、私に類間の病癖のあることを知っている人々のところを離れては、もう自分の身を安心していることができなかった。いつもの発作を起こしたとき、本当の状態が確かめられないうちに埋葬されはしないかということを恐れたからである。私は最も親しい友人たちの注意や誠実さえ疑った。類い感がいつもより長く続いた時に、彼らが私をもう治らないものとみなすような気になりはしないかと恐れた。その上もっと、随分彼らに厄介をかけたので、非常に長引いた病気にさえなれば、それを厄介払いをするのにちょうどいい口実と喜んで考えはしまいか、ということまでも恐れるようになった。彼らがどんなに真面目に約束をして私を安心させようとしても無駄だった。私は、もうこの上保存ができないというまでに普及がひどくならなければ、どんなことがあっても私を埋葬しない、という最も固い誓いを彼らに強要した。それでもなお私の死の恐怖は、どんな理性にも従おうともしなかったし、また何の慰安をも受けなかった。私は大変念の入った用心をいろいろと始めることにした。何よりもまず一家の墓穴を内側から造作なく開けることができるように作り変えた。墓の中へずっと突き出ている長い手甲をちょっと押せば鉄の門がパッと開くようにした。また空気や光線も自由に入るようにし、私の入ることになっている棺からすぐ届くところに食物と水とを入れるのに都合の良い容器も置いた。棺は温かに柔らかくしとねを張り、その蓋には墓境の扉と同じ仕組みで、体をちょっと動かしただけでも自由に動くように工夫したバネをつけた。なおこれらの他に墓の天井から大きなベルを下げて、その綱が棺の穴を通して死体の片手に結びつけられるようにした。ああ、しかし人間の運命に対して用心などは何の役に立とう。このように十分工夫した安全装置さえも、生きながらの埋葬という極度の苦痛から、その苦痛を受けるように運命を定められている惨めな人間を救い出すに足りないのだ。ある時、前にもたびたびあったように、私は全くの無意識から、最初の弱い漠然とした生存の意識へ浮かび上がりかかっている自分に気がついた。ゆっくりと、亀の歩みのように、霊魂のほのかな灰色のあけぼのが近づいてきた。痺れたような不安。鈍い苦痛の無感覚の持続。何の懸念もなく、希望もなく、努力もない。次に長い間を置いてから、耳鳴りがする。それからもっと長い時間が経ってから、手足のヒリヒリ痛む感覚。次には楽しい静寂の果てしのないように思われる時間、その間に目覚めかかる感情が思考力の中へ入ろうともがく。
次にまたしばらくの間虚無の中へ沈む。それから突然の回復。やっとまぶたがかすかに震え、たちまちぼんやりと激しい恐怖のショックが電気のように走り、血がこめかみから心臓へドキドキと流れる。そして初めて考えようとするはっきりした努力、それから初めて思い起こそうとする努力。部分的のつかの間の成功。それから記憶がいくらかその領域を回復して、ある程度まで自分の状態がわかる。自分が普通の眠りから覚めたのではないのを感ずる。類い感にかかっていたことを思い出す。そしてとうとう、まるで大海が押し寄せてくるように、私のおののいている魂はあの無慈悲な恐れに圧倒される。あのものすごい、いつも私の心を占めている考えに、この想像に捕らえられた後数分間、私はじっとして動かずにいた。なぜか、動くだけの勇気を奮い起こすことができなかったのだ。私は骨を折って自分の運命をはっきり知ろうとは無理にしなかった。しかし心には確かにそうだぞと私に囁く何者かがあった。絶望、どんな他の惨めなことも決して起きないような絶望だけが、だいぶ長くためらった末に、私に重い眼鏡を開けてみることを促した。とうとう目を開いた。真っ暗、すべて真っ暗であった。私は発作が過ぎ去ったのを知った。病気の峠がずっと前に過ぎ去っていることを知った。私はもう視力の働きを完全に回復していることを知った。それなのに真っ暗であった。すべて真っ暗であった。一条の光さえもない濃い真っ暗な永遠に続く夜であった。私は一生懸命に大声を出そうとした。すると唇と乾ききった舌とはそうしようとして痙攣的に一緒に動いたが何か重い山がのしかかったように押し付けられて、苦しい息をするたびに心臓と共にあえぎ震えるうつろの肺臓からは、少しの声も出てこなかった。このように大きな声を出そうとして顎を動かしてみると、ちょうど死人がされているように顎が歪えられていることがわかった。また自分が何か硬いものの上に横たわっているのを感じた。そして両側も何かそれに似たものでぴったりと押し付けられていた。これまでは私は手も足も動かそうとはしなかったが、この時、今まで手首を交差して長々と伸ばしていた両腕を荒々しく突き上げてみた。すると顔から6インチもない高さの、私の体の上に広がっている硬い木製のものにぶっつかった。私は自分がとうとう棺の中に横たわっているのだということをもう疑うことができなかった。この無限の苦痛の中へ今や希望の天使が優しく訪れてきた。というのは、あの前からの用意のことを思い出したからだ。私は身もだえし、蓋を押し開こうとして痙攣的な動作をした。蓋は動こうともしなかった。ベルの綱を探して手首に触ってみた。それもなかった。そしてまた天使はもう永久に消え失せて、もっと過酷な絶望が勝ち誇って君臨した。というのは、前にあれほど用心深く用意して貼っておいた人根がないことに気がつかないわけにはいかなかったからである。それにまた突然湿った土の強い妙な匂いが私の鼻孔を襲ってきた。結論はもう疑えない。私はあの墓穴蔵の中にいるのではないのだ。私は家を離れている間に、知らない人々の中にいる間に、昏睡に陥ったのだ。いつ、あるいはどうして、
ということは思い出すことができないが、そして彼らが私を犬のように埋めたのだ。どこかの普通の棺の中に入れて釘付けにし、深く、深く、永久に、どこか普通の名もない墓の中へ投げ込んだのだ。この恐ろしい確信がこのように魂の底にまで染み込むと、私はもう一度大声で叫ぼうと努めた。するとこの二度目の努力は成功した。長い、気がいじみた、途切れない悲鳴、または苦痛の叫び声が、地下の夜の領土中に響き渡った。おい、おい、しっかりしろ、と荒々しい声が答えた。一体どうしやがったんだい、と二番目の声が言った。そこから出てこい、と三番目の声が言った。山猫みたいにそんなにうなりやがって、一体どうしたって言うんだ、と四番目の声が言った。そして私は、荒っぽい男の一団に捕まえられて、しばらく無遠慮に揺すられた。彼らは私を眠りから覚ましてくれたのではない、というのは、私は叫んだ時にはもうちゃんと目が覚めていたのだから。しかし彼らは私の記憶力をすっかり回復してくれたのであった。この出来事はブアージニア州のリッチモンドの付近で起こったのである。一人の友人と一緒に、私は重量の旅をして、ジェームス港の包みに沿って数マイル下った。夜が近づいて、私たちは嵐に襲われた。庭土を積み込んだ小さな一本マストの帆船が川の流れに停泊していたが、その船室が唯一の役に立つ避難所であった。私たちはそれを利用してその夜を船で過ごした。その船に二つしかないパースの一つに私は眠ったが、70トンの小さな帆船の棚寝床のことだから詳しく言うまでもあるまい。私の入ったのには寝具などは何もなかった。幅は一番広いところでと8インチだった。その底と頭上の甲板との距離もちょうど同じほどであった。体をその中へ押し込むのに非常に骨が折れた。それにもかかわらず私はぐっすりと眠った。そして私の見たすべてのものは、というのはそれは夢でもなく夢までもなかったのだから、私の寝ていた場所の周囲の事情からと、私の普段からの考えの偏っていたことからと、前にもちょっと言ったように睡眠から覚めた後長い間我に帰るのが、ことに記憶力を回復するのが、困難なことから、自然に起こったことであった。私を揺り動かしたのは、この帆船の船員と、その荷上げをする人夫たちであった。その船の荷から土の匂いがしたのだ。顎のあたりに結わえてあったものというのは、いつものないとキャップがないのでその代わりに頭から巻きつけておいた絹のハンケチなのであった。しかし私の受けた食いたは、その時は確かに実際に埋葬された苦痛と全く同じものであった。その苦痛は恐ろしく、想像もつかぬほど、戦慄すべきものであった。しかし今日から父が生まれるようになった。というのは、その過度の苦痛が私の心に必然的の激変を起こしたからである。私の心は強くなり、落ち着いてきた。私はどこへでも出た。活発な運動もした。大空の広々とした空気を呼吸した。死よりも他のことを考えるようになった。いろいろの医学書に手を触れないようになった。バッカン、11、の書物を焼き捨てた。夜の思い、12、も、墓地に関する嘘話も、妖怪物語も、すべてそんなものは読まなくなった。
要するに私は新たな人間になり、立派な男としての生活をするようになった。その記憶すべき夜から、私は永久に墓場の恐怖を忘れてしまった。それとともに類い感の病気も起こらなくなった。あの墓場の恐怖は病気の結果であるよりも、むしろその原因であったのであろう。我々の悲しい人類の世界が、理性の冷静な目にさえも、地獄の層を示す時がある。しかし、人間の想像は、その地獄の洞窟を一つ一つ罰せられることなくして探るところのカラテス、13、のようなものではない。ああ、墓場の恐怖のあのものすごい幽霊らは全く空想的なものとみなすことができないのだ。しかしオグザス側、14、を下ってアフラシアブ、15、と共に旅をしたかの悪魔たちのように、彼らは眠らねばならぬ。でなければ彼らは我々を食い尽くすであろう。彼らは眠るようにさせられなければならぬ。でなければ我々は滅びるのだ。1812年、ナポレオンの軍隊がモスクワより退却しミンスク県のベレジナ川を渡るときロシア軍に襲撃され、11月26日より29日にわたって数万のフランス兵が殺戮されあるいは溺死した捕虜となった者16000人。2175年11月1日のリスボンの大地震。死者約4万人に達した。3165年よりその翌年にかけて、ロンドンに疫病が流行し、当時のロンドンの住民の約2分の1、7万人が倒れた。4172年8月24日、セント、バーソロミューの祭日の夜半から始まったパリ及び各地方におけるフランスのユグノーの大虐殺。その犠牲者の数は2万ないし3万に上った。5、1756年6月20日、インド土人の大森シュラジャー、ドーラーによって、146人のイギリス人の不良が、カルカッタのわずか18フィート四方の狭い牢獄の中へ押し込まれた。その翌朝、23人を除いて他の123人はことごとく窒息のために死んでいた。6、旧約伝道の初代十二章第6、7節。叱る時には銀の紐は解決金の線枠だけ鶴瓶は泉の川に破れ車は井戸の傍らに割れん。しかして地理は元のごとく土に帰り魂はこれを授けし神に帰るべし。7、線路水で頭蓋骨を穿刺手術。あるいは遠距術とも言う。8、静脈を切って血を出す治療法。9、ボディースナトチェア、解剖の目的のために密かに墓を暴いて死体を盗む者。イギリスにおいては1832年に解剖法令が出るまでは、ただ殺人者の死体だけが解剖を許されていたが、解剖学の進歩とともに死体が大いに不足するに至った。そこでこの、死体盗っ人、というものがおびただしくできて、諸所の墓を暴いて死体を盗み、それを解剖者に売ることを用としたのである。それを防ぐためには鉄の棺に入れて埋葬しなければならなかったという、この死体盗人はまた、レスって口を盗人、とも言われる。このステープルトン氏を発掘した連中のごときはまさに言葉本来の意味での、レスって口を煮すと、であろう。10、カタレプシー、類感、または全身硬直と訳される。11、ブチャン、173891、スコットランドの宗教教神へ。彼女は自らヨハネ黙示録第12章の符であると信じ、その信者は、
ブチャニテス、と称せられた。12、ニグト、テヨーグトス、エドワード、ヨーング、1681-1765、の有名なシニグト、テヨーグトス、ニグト、1、オン、リフェ、デアス、アンド、イッモアタリテイ、アンド、ニグト、2、オン、チメ、デアス、アンド、フリエンドシップのことであろう。13、カラテス、ウィリアム、ベックフォワード、1759-1844、の東洋ロマンスバテイク。この物語は1787年にフランス語で出版され、その数年前に誰かの英訳がルフしたりして問題を起こし、当時ヨーロッパに広く読まれたものらしい。最近も、エピローグを付したこの物語の最初の完全な版と称する2巻が、原文のフランス語でオックスフォードから出版された、の主人公の母。占星術の達人。14、オクスス、中央アジアのアウム、ダリア公の故郷。15、アフラシアブ、アブル、カシム、マンスア、9405-1020、ペルシャの大女子詩人、ノシャハナマハ、小の書、ノイ。イラン及びペルシャの君主英雄の行為を歌った約6万追句の女子詩の中の、スラン、オウ、ペシェング、の子。イランの将との長い戦争の後に捕らえられて殺される、定本、モルグ街の殺人事件、新潮文庫、新潮社。1951、昭和26、年8月15日発行。1977、昭和52、年5月10日40冊改版。1998、平成10、年12月25日78冊、入浴、江村秀幸。構成、鈴木敦司。2005年1月27日作成。2014年3月29日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、ハットプ。青空、グア、ジップ。